はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。モモコインゲット。はい、今回はね、第3回争奪戦が始まったということなんですが、今回ね、サブアカとかでねありがたいのが、トン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 、これですね、アニマスをゲットしようということで、あの秋のりの使う妖怪ウォッチアニマスね、幻獣を召喚するアニマス、こちらね、ニョロロンと不思議がねアップするので、ぜひねこちらをゲットしていきたい。そしてチップがね、アンビリーバボー、そしてアニマスプレートじゃねえや、ディスクのかけらがね、ボスとか隠しステージの、妖怪から一定確率でドロップということで、一応これのね、ドロップ確率アップが魔女っ子吹雪姫になりますね。なので、前回の動画かな、いつかで、サバカでね、ついに魔女っ子吹雪姫をゲットしましたので、今ね、吹雪姫なしの時で、普通にね、周回っていうか、まあ、最後のボスまでね、たどり着くだけで、今まで8個落ちてて、ディスクのかけらはね、1個だけなんだけど、まあね、魔女っ子吹雪姫ね、使って、ボスまでね、たどり着いてどんぐらい落ちたか、そしてね、完成までね、やっていきたいなと思います。はい、そして、まあ、この、弱いアカウントでもね、ぜひね、八頭身ハロウィスとを倒してね、まず仲間にして、まだね、仲間にしてないんだよね。ハロウィンジバニャンまでね、たどり着きたいと思います。ワイポイントアップだからね、ハロウィンジバニャンね、2アカウント分は取ったんだけどね、この最後の3アカウント目取ってないんで、このね、第3回はそこまでね、たどり着きたいと思います。はい、じゃあ今回もよろしくお願いします。はい、ステージ13が3戦目。まあこんな感じで、まあまあなんか第2回からなんか周回中も結構出るようになったかなって感じしますよね。よいしょ、やばい。あ、そっか、申し訳ない程度に食わすの忘れてましたね。前食わしたのが良かったのかな。とにかくでもね、ウォッチがあると全然違うよね。 10% だとかすごい違うんでね、ぜひね。おお、いいね。という感じでちょっともう締めたいな。またゲットできましたね。一応これで3分の2ですね。はい、そしたらね、一応ボス直前まで来ました。チップは結構落ちましたね。14個になりました。そしてディスクはね、1個だけ落ちて2個になりましたね。ということで、ディスクはね、まあ、なんかボスが攻めてきたようで、5回ぐらい戦ったけど、なんか、あれでしたね。1回しか落ちなかったですね。じゃあ今度はこのボスでもね、出るはずなんでやっていきましょう。まああとはもうチップはたまりそうなんで、あとはディスクのかけらですね。これをもうボスひたすら戦うだけですかね。さあまずウィスパーですね。まあこの辺は、であとはね、アロウィスを今回は、魔女っ子がせっかくいるんでね、前回までちょっとサボってたんで、ちょっとこれはやりたいなと、よっこいしょ、思います。これでも倒したかな？結構デカプニが、でかいのがある。あ、これじゃ倒しちゃうな。もったいなかったけど、まあ、とっとと終わらしましょう。さあ、落ちろ。落ちないな。とりあえずハロウィスは落ちなかったけどね、ディスクはね、このボスか、隠しステージのボスで落ちるんで、まあボスだね。このディスクがね、本当に
落ちないんで、こっちの方が大変かなっていうところだよね。まあ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 、はい。そしたらもう一個のボスね、今回は魔女子吹雪姫ね、やっていきましょう。手持ちは入れ替えしない。まあこの辺はね特に問題ないかな。まだちょっと妖怪が揃ってないんだけど、まあね、やりながら育てるのが自分のやり方なんで。経験値玉が、あ、でもこのアカウントあるかな。うん、さあこれもねささっと倒しちゃいましょう。もうとにかくね、早い周回できるようにしていきたいと思います。いないでって今どうなってんだっけな。よいしょ、いないでコラボもねまた来てるしな。終わっちゃった。来い。やっぱディスクはなかなか落ちない感じですね。まあこの辺はちょっと頑張ってやっていきたいと思います。超経験値玉ゲット。はい、それでは行きましょう。どっちがジバニャンだ。あ、こっちがジバニャンか。いけないいけない。そしたらちょっとジバニャンはねまだ倒せる力がないので、ウィスパーの方ね行きましょう。これあれ、こいつを倒せばあれかな、アニマスのパーツもらえるのかな。じゃあ行きましょう。ちょっとニョロロに対してブリッジあんま良くないんだけど、いけるかな。攻撃力アップと必殺一発でいけんじゃねえのっていうね。もう食わしちゃえ。38,000。魔女っ子いるキャラだって。ちょっと吹雪姫が見にくいけど、なんとか。よいしょ、あれもう終わり。あ、違った。魔女っ子いるから楽そうだな。さあこれでいけるか。38,000。オーケー、来い。いいね。という感じで落ちたんで、まあこのウィスパー周回しようかな。うん、っていう感じでちょっとディスクね、ウィスパーゲットも目指しつつ、ここをちょっと周回しようかなと思います。はい、フィニッシュ、来い。ああ、いいですね。ということでね、八頭身ハロウィスゲットになりました。結構戦ったな。うん、まあなんとか食い物補充しないでゲットできました。これでね、ジバニャン、ハロウィンジバニャンにもね挑戦しやすくなるかなと思いますね。ふう、よかった。ただね、かけら落ちねえな。何回もやったけどかけらが全然落ちないですね。うん、かけらに関してはここの周回いまいちだなっていう感じがしますね。はい、そんでね、まあディスクがねほんとね、落ちないですよね。あのボス戦でも落ちないんで、まあ、やっぱね一番いい方法はこの帰ってきたぞっていうか、この戦いの時にまずね、その標的を決定して、それでねやるのがやっぱ一番いいかなっていうのが結論ですね。いろいろやった結果。でちょっと、大渋滞しちゃってんな。で、ここまず魔女っ子吹雪姫を倒して、
そう、これ落ちたからいいけど、そう、落ちなかったらここでやり直し、これをね、続けるのがいいかなという結論に達しました。一応ボス戦とか、発動神ウィスパーとかね、何回もやったんだけどね、まあ、あんまり落ちない。なのでこのね、やり直し方法がね、一番いいのかなと思います。うん、なのでなるべく戦ってればね、まあボスとか戦ってれば出てきますんで、敵が攻めてきたぞってね。なのでこれでね、確実にやり直しとかをして確実に一個一個ね、ゲットしていくやり方がね、一番いいのかなと思いますんでね、皆さんね、まあちょっと他にいいやり方あったらね、教えてほしいんですけど、うん、これが一番いいのかなと思いますね。はい、ディスクのかけらゲットということでね、ちょっとね、ほぼほぼ何ポイントきた？ Y ポイントもね、そこそこ溜まってきたんだけどね、18か。はい、なのでね、またこれ出ましたけどね、この敵が攻めてきたぞですね、うまく使ってゲットしていきましょう。いやー、ミッション報酬がやたらで、こいつだよね、ここでベルトがね、手に入りますね。発動神ハロウィスのステージをヒットポイント 30% 以上でクリアということでね、これでゲットできましたということで、ちょっとね、まだね、ゲットまで行ってないんだけど、まあまあまあ、一応あとはね、プレートね、これ最後ね、発動神ハロウィスゲットしましたんで、あいつを育ててね、アニマスプレートまでハロウィンジバニャン倒さないといけないんでね、そこをちょっと頑張っていきたいと思います。チップはね、多分普通にやってればもういけるのかなって感じで、あとはディスクはね、うん、さっきも言ったやり直し作戦、うん、でやればね、その回数でいけると思いますんで、それでゲットしていきましょう。で、あとね、最悪ね、Y ポイントでね、今 Y ポイントも結構今回のイベントたまるんで、Y ポイントでね、多分4個ぐらい、3、4個交換できると思うんで、最悪ね、ここで交換するのもありかなと思います。はい、じゃあ今回はね、アニマスの作り方っていうかね、効率の良いかけらと、チップのね、やり方をちょっとやってみました。皆さんもね、もう多分ほとんどの方ゲットしてると思うんですけど、まあ、最後このね、アニマスあると不思議とニョロロン 15% アップなんでね、ぜひゲットしていきましょう。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、次ぐらいでは完成動画でね、作っていければと思います。はい、じゃあそれではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。